ハイビジョン試験放送及びハイビジョン実用化試験放送はハイビジョン放送の実用化を目的に放送されたテレビチャンネルである。周波数は社団法人ハイビジョン推進協会が割り当てを受け、日本放送協会及び民放7社が実際の放送を行った。NHK が中心となって開発を進めてきた高品位テレビミューズハイビジョンの実用化へ向けて、 1989年6月3日から1991年11月24日まで NHK 衛星第2テレビジョンの14時15時と月曜未明の1時5時の時間帯に実験放送として実施したのが始まりとされている。1991年11月25日13時に事実上世界初となるハイビジョン専門テレビ局ハイビジョン試験放送として開局した。 試験放送は3年間の計画で、周波数とコールサインは、ハイビジョン推進協会に割り当てられ、曜日、時間に関係なく、NHK と民放など、各放送局や AV メーカーが制作した番組を放送した。放送時間は、1日平均8時間でスタートし、分担時間は NHK が4時間、ワウワウが1時間30分、その他の民放各局が30分程度であったが、 順次拡大された。試験放送開始当初の1991年における番組表によると、放送コンテンツの内容は、スポーツ中継が33%で最多で、自然や美術を題材にした、ドキュメンタリーなどの文化、教養番組が27%、コンサートを中心とする音楽番組が20%、ドラマや舞台中継などの芸能番組が18%と、 続いた。試験放送はハードとソフトの両面で実用化に近づけるのが狙いであった。1994年11月25日より、チャンネルの割り当ては従来と同じくハイビジョン推進協会であるが、ハイビジョン実用化試験放送として NHK と在京民放5局は上う朝日放送の共同チャンネルだった。民放各局は曜日ごとに担当局が変わり、 朝日放送は全国高等学校野球選手権大会の生中継のみ担当した。なお、実用化試験放送開始当時の民放各局におけるハイビジョンカメラの保有台数は、テレビ朝日と富士テレビが7台、TBS テレビが3台、日本テレビが2台、ワウワウと朝日放送が1台、テレビ東京は0台であった。当時 NHK は操作線数にちなんで、 11月25日をハイビジョンの日と称し、普及イベントなどを行った。2000年12月1日から ISDB 方式での BS デジタル放送が開始され、在京キー局も関連会社を通じて単独チャンネルでの放送を開始した。このため、ミューズによるアナログハイビジョン放送は NHK のハイビジョン放送の最ル放送のみとなった。この放送は、 将来のデジタル放送への統合へ向けて、デジタル放送への円滑な移行ができるようにすることを目的に、デジタルアナログサイマル放送という形で放送し、データ放送、双方向サービス、字幕放送はなし、BS 範囲での5.1サラウンド放送の、サイマル放送は3.1サラウンド放送にダウンコンバートされた。2007年9月30日をもって終了している。 これは2006年3月15日開催の電波管理審議会で2007年12月1日より BS-9CH の周波数帯を使って新規開局する BS デジタル放送局の割当、て周波数領域確保とそれに伴う試験放送などの準備期間が必要だったためによる。なお、アナログハイビジョン終了については参考資料として NHK 経営企画局職員が記したミューズ方式アナログハイビジョン終了の経緯も参照。NTSC 方式の BS アナログ放送と異なり、ミューズというアナログハイビジョン用に NHK が開発した BS アナログの1チャンネル分と同じ周波数帯域に収まる、ようハイビジョン映像の信号をデータ圧縮したエンコードした放送信号で、 放送衛星に送り出されるため視聴するには必ずミューズを受信側でデコードする必要があった。主に NHK や民放各局のオリジナル番組を放送したが NHK がハイビジョンカメラで制作を始めた番組群も放送した。民放は1日6時間放送。局間の共同制作番組も放送された。コールサインは NHK 日本衛星放送。 在京五局が日本テレビをはじめとして、テレビ放送の開局順、朝日放送の順番に割り当てられた。コールサインの変更は、1997年8月1日に、それまでの百合三号 B 衛星から BSAT-1 衛星に発信衛星が変更されたことに伴うもの。地上波民放各局は、現在の BS デジタル放送とは違って、 地上波と同一法人での運営だったため、受信報告書を出せば在京キー局のベリーカードを日本全国の地域で手にすることができた。このうち、テントでセッション及び、ハイビジョニュースは総合テレビでも放送。爽やかウィンドウや、ハイビジョンスペシャルは武士移行後も継続。一覧からアンコール放送枠は除外した。NHK の総合、教育、BS1、BS2、 FM で放送し、ハイビジョン試験放送でも放送したものをあげる。多くの番組は2000年度からの n h k 衛星ハイビジョンにも引き継がれている。など、ありがとうございます。